自転車に乗る」「いってらっしゃい」の言葉はもう数ヶ月聞いてはいない。ワイフのセリフに胸が詰まる。うちは母子家庭みたいなものよね。言えないほどに君までの距離が広がっていく。帰りたくても帰れない。定時過ぎても帰れない。残業代ももらえないならばせめて上がれ。安月給信じたくても信じれない。それでもぐっと信じよう。娘はもう僕を誰だか忘れたみたい。大泣きされて不審者扱い。隠れて一人ですすり泣き。それでも君のために汗かき。君のために怒鳴られながらも明日の休みを夢見てたら休日出勤を言い渡される。言えなくなる。変わったけれど掴む君とこの夢は